連合。ここですね。確かにダッキとアテナたちが争っている様子。隠しているのやもんな。ペルセウス殿、待っててください。必ず助け出してみせます。ペルセウス殿を救い出さなければ。ダッキを探し、居場所を問いただしましょう。二軍を同時に敵に回す。まさしく死なよ。ユキムナ、この死地に切り込む覚悟はある。先駆けはこのユキムナにお任せを。あちこちで乱戦になっているみたいです。見つかるでしょうか。我らも侵入し敵を引きつけよう。そうすれば雪村殿も動きやすくなるはず。力いっぱい暴れればいいってことですよね。私頑張ります。今日は調子が悪い。あわよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。敵が迫ってきたようだ。カメ、手はず通りに頼む。あの男を大いに揺さぶってみせる。ペルセウスはどこだ。隠し立てはためにならぬぞ。大丈夫よ。教えてあげるわね。私に勝てたらね。敵将打ち取った。痛めてやる。その程度では信長は満たされる。いざ参る。押して参る。水神の力、今こそ解放戦真に精霊層。共にいざ参る。お待たせ。
死流剣斬竜となりし、いざとどめだ。捜索は任せた。絶対に逃がすな。努力しよう。とどめだ。この気配は何やら腕輪が反応しているようです。だが気配は一つではない様子。一つずつ確かめてみるしかない。罠ということも考えられる。気をつけて進もう。時が惜しい。早々に決着をつけろ。フォロワーか。さらに部隊を投入しよう。宗則殿、その剣術に期待させてもらう。どれだけ派手に暴れてくれても構わない。おじさん、不殺が心情でね。暴れろと言われてもうまくいくかどうか。予防線を張っているのか。食えぬ男だな。第一陣、3回してペルセウスを捜索せよ。邪魔な敵は蹴散らして進め。ダッキの狙いは一体何だ。第二陣、進軍を開始しろ。敵を打ち払いつつ進め。まだ来るか。どうにかしのがなくては。盛り上がってる盛り上がってる。この調子なら予定も早まるわよね、オロチ様。雨が滴る。押して参る。やった。水陣の力、今こそ。第三陣、行け。ダッキ軍も連合軍も全てを押しつぶせ。また来るみたいです。さすがです。あなたならばと思っておりました。お嬢ちゃん、すごいものを振り回してるね。これちょっとおじさんに見せてくれないかな。いいですよ。でもすごいかな。結構軽いけど。こちらも次の手を打つとしよう。あれ、なんだかダッキ軍の城が騒がしいよ。さらに軍勢を送り込むか。両軍入り乱れての地獄ぞ。残念だったわね。そこにはペルセウスさんはいません。やはり罠だったか。見せてって言ったのに、なんで振り回すかな。暴れる前に暴れられちゃったよ。え、あの、よくわからないけどすみません。あら、引っかかっちゃったの。かわいそう。あれ、騙されちゃったみたい。竜となる君だ。とどめだ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。
を見つけたぞ。黙れ。剣の剣を力を。次は負けるぞ。なんと無様な。はい、はずれ。残念でした。けっ、まんまと卓球手にはまるとは。剣の剣を力を。連合軍を指揮するのは織田信長か。どれほどの器か探ってみる価値はある。いざ参る。いざ参る。魔王を試さんとする。竜となる君だ。とどめだ。こんなところで負けちまうとは。次会った時覚悟しろよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。敵のお出ましか。はぁ、魔王と恐れられしその力見せてもらうぞ。ズヌこそ見せよ。アレスにほつらい。その先に何を望む。雨が滴る。そうだめ使って。誰が負けるなんて。押してまいる。調子に変だ。調子好きのって。次会った時覚悟しろよ。嘘だ、俺が負けるなんて。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。武勇とて引けは取らぬ。参る。はい、敵将打ち込め。なんと圧倒的な力だ。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。超支援マイル。超支援マイル。触れてやるわけにはいかん。今だ。さすがです。あなたならばと思っておりました。今だ。くらえ。紹介、手はずは心得ているな。我々の目的は単なる敵の撃破ではない。戦場を。霊災の誉れたのく私には役不足。正式の器が。どれほどのものか見ているがいい。どうも使いつつ。はい、もういいでしょう。なぜお前のような腕輪を持っている。それは私にこそふさわしい。おとなしく渡すのだな。やっぱりそうでしょうか。マイル。でも大事なものなので渡せません。ごめんなさい。なるほど。雨が魔王の力見せてもらう。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。鬼
世界にも扱いづらい人間はいるものだな。ああ、同感だ。今日あんたたち何達観してるのよ。もしかして味方に振り回されるのに慣れてたり。思い当たるにしないか。同感だ。この私こそ英才の誉れ高き少式だ。その記憶に刻みつけておけ。敵は私たちが引きつける。雪村殿はこの隙にペルセウス殿を。はい、水中のペルセウス殿、今こそ今参ります。真偽精霊と超支流剣山全軍雪村を援護せよ。雪村殿、ペルセウス殿を救ってください。雪村さん、お願いします。敵は何とか食い止めますから。三つ情けは捨て、修羅と化せ。真田幸村、その力見せてもらおう。ペルセウス殿は返してもらう。いざ参る。私のためにそこまで。私たちは友だと、そう言ったはずです。仲間を助けるのに理由などいらない。雨が下しる。私もそう思ってます。ペルセウス殿、必ず助けますから。ペルセウスさんは傷つけさせません。私たちの大切な仲間です。書こうよ。出会ったことを後悔すると。水中の力、今こそ解放戦。真偽精霊槽、気迫で勝負だ。決める。ざまい超支流剣山。敵は私たちが引きつける。雪村殿はこの隙にペルセウス殿を。はい、ペルセウス殿、今参ります。理由となる敵だ。とどめだ。全軍雪村を援護せよ。雪村殿、ペルセウス殿を救ってください。雪村さん、
お願いします。敵はなんとか食い止めますから。光姫、情けは捨て、修羅と化せ。真田幸姫、その力見せてもらおう。ペルセウス殿は返してもらう。いざ参る。なぜ私のためにそこまで。私たちは友だと、そう言ったはずです。今こそ解放戦。仲間を助けるのに理由などいらない。私もそう思ってます。敵陣を見せます。必ず助けますから。受けているセンスさんは傷つけさせません。私たちの大切な仲間です。天に立てつき世を乱す火種。消そう。今こそ解放戦。加工料。出会ったことを後悔すると。気迫で勝負だ。超死竜剣山。いざ参る。血にこだわる必要はない。ペルセウス殿、あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。けなげなものだ。ちょっと待った。お前たちどこ行こうってんだ。奴は渡さねえぜ。俺様を倒せるってんなら話は別だけどな。あ？あ？こら悟空、もうまた悪さばっかり。みんなを通してあげて。あ、お師匠様。いや、あ、そのあの、おおっと、ペルセウスは私の獲物だ。ダメ、行かせねえよ。邪魔をするな。だったら雪村さんたちを行かせてあげて。ほら悟空も、みんな困ってるでしょ。お師匠様、超死ぬには深いわけがありまして。これからちょっと引っ込んでてくださいよ。あ、雪村さん、いいところに。ちょっと手伝ってくれるかな。さあ、あなたはなぜ私のことを。俺と遊んでくれんのかい。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。一歩も動くな。押して参る。敵は私たちが引きつける。雪村殿はこの隙にペルセウス殿を。はい、ペルセウス殿、今参ります。超死竜剣山、竜となる君だ。全軍雪村を援護せよ。雪村殿、ペルセウス殿を救ってください。雪村さん、お願いします。敵はなんとか食い止めますから。光姫、情けは捨て、修羅と化せ。真田幸姫、その血見せてもらおう。ペルセウス殿は返してもらう。押してみざ参る。なぜ私のためにそこまで。私たちは友だと、そう言ったはずです。仲間を助けるのに理由などいらない。私もそう思ってます。ペルセウス殿、必ず助けますから。ペルセウスさんは傷つけさせません。私たちの大切な仲間です。天に立てつき世を乱す火種。消そう。加工料だ。出会ったことを後悔すると。受けてる。竜となる君だ。とどめだ。
勝ちにこだわる必要はない。ペルセウスどもか。けなげなものだ。ちょっと待った、お前たちどこ行こうってんだ。奴は渡さねえぜ。俺様を倒せるってんなら話は別だけどな。あ？こら悟空、もうまた悪さばっかり。みんなを通してあげて。あ、お師匠様、いや、あ、そのあの、おっと、ヘルセウスは私の獲物だ。行かせねえよ。邪魔をするな。だったら雪村さんたちを行かせてあげて。ほら悟空もみんな困ってるでしょ。お師匠様、これには深い訳がありまして、頼むからちょっと引っ込んでてくださいよ。油断禁物ぞ。リュウとなる禁だ。とどめだ。さすがです、あなたならばと思っておりました。雪村さん、いいところに。ちょっと手伝ってくれるかな。はあ、あなたはなぜ私のことを。雨が親しい。俺と遊んでくれんのかい。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。押して参る。水中の力、今こそ解放戦。真に精霊層。上司流剣山。押して参る。気迫で勝負だ。超死流マイル。いざマイル。持つべき力を。くれたわね、ペルセウスさん、行きましょう。ペルセウス殿。くっ、すぐそばまで迫りながら救えぬとは。でもご無事なことは分かりました。それだけでも良かったです。悟空が悪さをしたせいでごめんなさい。あの子は私の弟子なんだけど、昔からいたずらばっかりで。うぬは旋回のものか。ああ、みんなはっきりは覚えてないんだっけ。そうなの、やっと私も来ることができたんだ。これから一緒に踊らせてね。はい、よろしくお願いします。それにしてもダッキーは何がしたかったのでしょう。ペルセウス殿の身柄を盾にただ私たちを攪乱していたように思えます。まるで戦わせることそのものが目的だったかのように。私が元気にしてあげる。よし、うまくいったな。
よくやった、ロキ。は。戦いは激しさを増しています。もう少し煽ってやれば、ゼウスもすぐにこの世界に現れるかと。奴の作り出した世界、それを利用された時、どんな顔をするのだろうな。私は術の準備に入る。その間、任せたぞ。は。一つ、頼みがある。私の仲間、戦界の住人である、かぐやを助けてもらえないだろうか。彼女は自らの意志ではなく、世界の融合に巻き込まれてしまったようだ。妖魔のただ中にいると救援要請があった。構わんが、戦界のものであればお前のように強いのだろう。そう心配せずともよいのではないか。ああ、お前たちには記憶がないのだったな。かぐやはたおやかで穏やかな娘で、戦い向きではないのだ。ふむ、それは大変なのじゃ。みんな急ぎ助けに行くぞ。待ちなさい。行ってしまいましたか。なぜこうも心配ばかりかけるのでしょう。そのかぐやという方を見習ってほしいものです。まあいいではありませんか。彼女の明るさに救われている者も多いはずです。とはいえ、急ぎ追った方が良さそうですね。